剣。
CRP エリア。レッツゴー。アール、血をすする。レッツハッテンタン、落ちろ。ナーカスキューカン、フッテン。食事の時間だ。おう、ジョーちゃん。商人をどこかに。これでいいんだな。じゃあな、ジョーちゃん。お呼び。浄化開始。はっ。
食事の時間だ。邪妖一掃完了。これでリュリージスを呼べるだろう。電話しろって。そうだね。もしもし。はい、ホテルエンデでございます。あ、支配人、私、アーナス。リュリーティスをお願い。お嬢様、お早かったですね。少々お待ちください。もしもし、アーナス。リュリーティス、あのね、こっち片付いたから。わかったわ。支配人が送ってくれるって。すぐに支度していくわね。うん、待ってる。よし、遊ぶぞ。昼との境目ってどこにあるのかしら。さあ、じゃあ人間と妖魔との境目は。わからないな。聖女に選ばれた時、あなたのことを聞いたの。昔、夜の君の血に触れて半分妖魔になってしまった少女だって。でも人としての心はなくさずに人間らしく生き始めているって。その理由の一つが、初めてできた親友の私の存在だって。仕組まれた友情だったのよね。あなたをコントロールするために私が選ばれただけで。私たち何もかも嘘だらけで。だから一つでもいい、本当のことが欲しかったの。どんな出会い方だって出会いは出会いさ。私は会えてよかったよ。君は。私も。よかった。
ねえ、アーヌス。何？私、あなたが好き。あなたが人間でも、妖魔でも構わない。あなたがどんな姿になっても、この気持ちは変わらない。私はずっとあなたが好きよ。うん。おはようございます、お嬢様。おはよう、嬢ちゃん。おはようございます、アーナスさん。おはようございます、アーナス様。おはよう。指令書？なになに？ジパング商会のご利用ありがとうございます。ご依頼の品を指定場所に配送いたしました。請求書13万リブルなり。 PS、 そんなわけで支払いよろしく。お前のブラザーより。何また送りつけてるんだよ。指令書が請求書っておかしいだろ。しかも金額上がってるし。身内の借金か。大変だな、嬢ちゃんも。身内じゃないってば。もういいから観念して、うちで助手のバイトしたらどうです？しない。アーナス様、私、少しなら貯金が。だから、ダメだってば。ですが、お嬢様。やだって言ってるだろ。
何がブラザーだ。いつか見つけて蹴っ飛ばしてやる。どんどん激しさを増すな、これ。遠慮なく食べてね。さあ、アーナス様、私のレシピブック知らないかしら。カップケーキのレシピなんだけど。カップケーキのレシピか。知らないな。ねえ、あの殺人兵器失礼、カップケーキのレシピですか。知りませんね。知らねえな。そう、あのレシピがないとカップケーキ作れないかも。いいじゃないですか。この機会になくなったものはすっぱり諦めてね、ロイド。そうだ、過去は振り返るな、未来を見るんだな、ジョーちゃん。そうだね、未来に向かって新しいケーキを作ればいいんじゃないかな。私もう少し探してみるわ。あのレシピブックはこの島に来た時からずっと使ってる大切なものだから。リュリーテス、これ見るからにヤバい展開ですよ。これ放出されるな、ジョーちゃん。踏みとどまれ。わかった、私も探すよ。お嬢様、レシピブックはホテルの中にあると思うの。見かけたら教えてね。満天の星空、とても綺麗だったわ。ありがとう、アーナス。またお休みもらったら遊びに行こう。ええ。
あなたたちを見てると人間と妖魔の境目が分からなくなりますな。そう？ところで我が研究室は優秀な助手を断る。今ならなんと2人まとめて採用。断る。狂わずさびぬいた胸。